教えて大地先生、越谷のここが大地。さあ始まりました、教えて大地先生、越谷のここが大地。6月も4週目に入ったね。早くカラッとスカッとした夏になってほしいもんだね。雨の日が続くとお洗濯物も乾きにくいし、外に出るのも億劫になっちゃいますよね。雨が降らないのも問題ですが、やっぱり晴れの日が多い方がいいなって思っちゃいますよね。だよね。あ、ちなみに気象庁による1981年から2010年までの統計の平均値で見ると、越谷の6月の降水量って12ヶ月中4番目なんだよ。え、1番じゃないんですか？梅雨なのに。そう、1番は9月、次が10月で、その次が8月なんだよ。この時期はもともと秋の長雨なんて言われる秋雨の時期なんだけど、台風のシーズンでもあるからね。台風プラス秋雨前線で全国的に大量の雨が降っているんだ。確かに越谷でも大きな冠水被害がありましたけど、平成27年の時は9月で、令和元年の時は10月でしたよね。秋晴れの雲一つない空のイメージが強かったんですが、秋も雨には注意が必要なんですね。夏を前に秋の話をしちゃったね。さて、そろそろ本題に入ろう。今回は何について調べてきてくれたのかな？はい、今日は越谷市の歌について調べてきました。はい、今流れているのが越谷市の歌です。越谷市の歌は市制施行20周年を記念し、昭和53年11月3日に制定されました。作詞は一般公募の椎木一夫さんの作品が選ばれ、詩人の宮沢章司さんが補作しています。行進曲風の明るい感じの曲は作曲家の奥村はじめさんによるものです。今日は私の解説が入ってしまっているので、歌詞が聞き取りづらくてごめんなさい。しっかり歌詞も聞きたいという方は市ホームページで視聴できるので、ぜひ聞いてみてくださいね。八歩ちゃん体操には越谷市の歌をアレンジした曲を使っています。聞きなじみのある方もいらっしゃるかもしれませんね。八歩ちゃん体操の踊り方はテレビ広報番組生き生き越谷の6月放送で紹介しているほか、動画配信サイト YouTube の越谷市公式チャンネルでも配信していますので、ぜひ視聴してみてください。私もやってみたんですけど、リズムよく動くので結構いい運動になりました。大きな動きは少ない体操ですが、室内でやるときは周りにぶつからないか、怪我をするものはないかよく確認してから始めてくださいね。それでは次はこのコーナー、今週はこれ、まなちゃんよろしく。はい、今回の今週はこれは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための対策を紹介します。5月25日に緊急事態宣言は解除されましたが、依然感染拡大への取り組みは重要なものとなっています。感染の第2波を防ぐために、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いをはじめとする新しい生活様式の実践が大切です。具体的には人混みを避ける、こまめに手を洗い、咳エチケットを守る、定期的に室内の換気をする、共用部分はこまめに拭く、発熱等の症状があるときは学校や会社を休む、また買い物や運動などをするときも密閉、密集、密接を避けるようにしてください。一人一人が感染を広げないためには何ができるかを考えなければいけません。皆さんで新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための行動を引き続き取っていきましょう。それでは時間となりました。今週はここまで。はい、来週をお楽しみに。それではさようなら。また次回お会いしましょう。